久保さん、今回ヒカキンにしましょうか。あのね、昔 YouTube がこう、宣伝してただけで好きなことで生きていくみたいなね、話があったんだけども、ヒカキンさんもね、その CM 広告として結構出てましたけど、好きなことで生きていくと。じゃあ、ヒカキンさんの好きなことって何だったんでしょうかヒカキンさんの特技って何だったんでしょうかボイッパーです。ボイッパーです。と、一番最初はね、ボイッパーやってたんですよ。だけど、 ヒカキンさんが YouTuber として活躍した理由は何かっていうと、ボイッパ歩はや,やらなくなったことですね。まあ、もちろんちょいちょい,ちょいこうやってましたけど、基本的にその商品レビューに変えていったんですよね。どうやったらそのうーん再生数が伸びるのか、ニーズがある、市場にどういうものが求められているのかっていう。だからまあその、もしヒカキンさんが俺が好きなことを は、y o u t u b ボイッパーだと、特技はボイッパーだと。じゃあ、ボイッパーだけ、ボイッパーチャンネルだったら、今のヒカキンさんは、まあ、絶対ないっすね。言い切りますけど、絶対ないっす。ボイッパーしかやってなかったらね。だから、ビジネス、仕事、まあ、その、そういうのは違うんですよ。うん。だヒカキンさんも、今は好きにな、好きを見つけられ、なんだろうな、好きじゃないことでも、好きを見つけられるかっていうのが大事なんじゃないですかね、やりながら。 いい場所、いいところを見つけていく、好きなところ、あ、これ面白いな、とか、あ、こういうこともあるんだ、と。うん、なんか、そういうことなだと思いますけどね。だけど、なんか、好きなことで生きていくっていうのが先行しちゃって、なんか、やりたいことやっておけばいいんだよ、と。やりたいことやるっていうのは正義なんだよ、みたいな、先行しましたけど、僕は、嫌いなことでも好きを見つけていくっていうのが、あ仕事なんじゃないかなと。稼ぐっていうことなんじゃないかなと思いますね。いってらっしゃい。